川先生、これも巴の仕業ですか。猛虎と暴れ回っておるわ。蘭という娘が居所を知っておる。行きましょう。いかにして蘭は野営の場所を森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むとは。他の者は殺された。お主が蘭か。はい、そうです。島の女子が猛虎を率いておったか。巴です。あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた族と手を結んでおりましたから。どういうことだ。あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで。あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。奴らの野営はどこにあった。ここから南西の森、西側の浜と川の間です。巴め、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いたな。なぜ嘘をついた。ご存じなかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。巴にとってそれは行幸であったはず。だが取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど。皆まで言わずとも良い。先生、この先すべきことのお覚悟はありますか。まずは野営を探すぞ。これ以上罪を重ねる前に止めねば。巴が馴染みある地に戻ったということは捨て身なのであった。しかし味方は元という国ですぞ。修練場が潰れるたびハーンの心は離れるというもの。ならば楔を打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が猛虎を見放したら。罪を犯した以上罰を受けるべきかと。共に戦う意志があってもか。信用に足ると。いいや。巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で賊と連れ立っておる。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。日差しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを後継ぎにしたいばかりにあえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。馬を降りろ。鏡、野営が見える場所を探す。ここだ。作りは同じか。何が見える。ぬくろが的にされております。まこと巴らしい。日本式の矢。そうであろう。野営を襲う。巴を見落とすでないぞ。心得ております。まずはお主から行け。おい、アルボーハン。ヌオンネクシスネコーズドヨクサアスガ
돌순 아르와 아트고이 소모다 소핸드맨 한 왕옥부 역수도 세 힘에 길을 비집었어 나서 先生、あれを。巴であろう石川そしてクロード二人ともしつこい男旧兵は死んだ諦めろ敵です巴を追え
止め。トモエ、逃げ場はないぞ。お前に何がわかる。どこまで逃げるつもりだ。よし、追いついてごらんよ、高井殿。坂井陣だね。石川の犬。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のようにね。中間はいらぬ、決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない、一人だ。弓を下ろせ、巴。なぜ飛び降りた。どこに消えた。先生に伝えねば。坂井、どうだった。私を殺さず、巴は逃げました。お主、逃がしたのか。飛び降りたのです、崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。悩んでおるようでした。何か言われたのか。あなたが私を裏切ると。ざれ言よ、お主の方がくさびを打ち込まれたな。よく聞いておる。いいえ、聞いてなど。そうか、ともあれ次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。上学寺に戻るとするか。巴は神谷方に向かうはずだ。終わりは近そうだな。